田原摘田選手どうでしたか。いや、やっぱすごいね、ドリブル持ってるからあれを生かしてほしいよね。あのね、正直ね、やっぱこの試合感っていうか、このスピードになれるのはね、ものすごい時間がかかることだし難しいから、なんか俺が18歳とか19歳だったら、あのもう早くなれたいし早く試合出たいしって思うけど、多分思ってたけど、でもこうやって26、27とかになってくると、なんかそんな焦らず、焦らなかったらなんか結局慣れてくるから、そんな焦るなっていう言葉をね、言いたくなるっすね。なんか俺も言われて、そういう風に言われてたから、あの時は全然理解できなかったけど、今はすごい理解できる。スピード感だったりね、そういうのになれるのはある程度時間のかかることだし、うん、それはあるね。うん、まあ、あの自信もあると思うよ。その自信がついてきたりとか、あ、俺のこのドリブルでかわせるんだって思うようになってきたりとか、まあ、練習からもそうだし、練習でミスがなくなればさ、それが自信になるから、若手の選手はね。ベテランの選手は練習は、うん、言い方悪いかもしれないけど、練習はあくまでも練習っていう、試合でやるからっていうのは、もちろんプロだけど、それもね。だけど若手の選手は練習から自信つけていくのって、俺はすごい大事なことだと思うから、それで言うとまだまだこれからだと思います。むしろ第2節で出れてるのがすごいと思いますよ。うんね、なんかドリブルで途中からああいう選手が入ってくるとディフェンダーも嫌だろうし、得点につながることも多分増えてくると思いますけどね。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いしますっていう感じで今日は終わりたいと思います。皆さん今日も見ていただいてありがとうございます。またお疲れ様でした。バイバイ。疲れです。